今回は、も、が、身型護衛艦の性能と役割について説明していきます。も、が、身型護衛艦は、今までの護衛艦と違って、少し変わった形状をしている。なんといっても、ステルス性を重視して設計されたステルス艦だからね。全体の形として、レーダー反射面積、RCS を小さくするため、船体や上部構造を単純平面化しつつ、反射波が上を向くように、傾斜がつけてある。これまで甲板上に露出していた、等秒装置類などの装備は、艦内に収められていて、この形状は、世界の一般的な艦艇に見られるので、この方式を採用した、も、が身型が世界的に速い方というわけではない。RCS は、敵のレーダーからの見つかりにくさを示しており、その度合いを下げるには、反射波を相手レーダーに向けないか、もしくは、電波を吸収して反射しないという二つの方法がある。も、が、身型は、前者の反射波を相手レーダーに向けない方法で RCS を下げているらしく、電波吸収素材の使用や電波吸収塗料を塗布することで、ある程度のステルス性を得られるのだろう。阿武隈型護衛艦を日本初のステルス多用護衛艦とする意見もあるが、も、が、身型が最も単純平面化した形状であり、その船体は上甲板から下は以前の艦艇と同様に、敵のレーダー波を海面方向に反射する逆台形の姿となっている。海面方向に反射されたレーダー電波は、また海面に反射されて、敵艦のレーダーに届くようになっているのに対して、米海軍が持つ世界最大の駆逐艦ズムウォルト級ミサイル駆逐艦は、喫水線から上が台形で、敵レーダー波は、すべてが、髪型に向けて反射される。もともと、ズムウォルト級は、対地攻撃を目的として設計されており、敵地に近づく必要があるため、艦艇レーダーより高い位置に設置されて、遠距離まで捜索できる、強力なレーダーに対しても、ステルス性を発揮できなければならないことからも、平面を組み合わせた船体形状で、RCS を、在来型水上艦の50分の1程度に低減したらしい。も、が身型護衛艦の公開されている初舷は、全長133メートル、全幅 16.3 メートル、排水量3900トン、最大速力約30キロトン以上となっており、エンジンは、海自護衛艦初のガスタービンとディーゼルを併用する、コダグ方式を採用していて、低速、および、巡航速度ではディーゼル、高速ではガスタービンを併用することが可能で、出力は7万 BS である。次に、も、が身型の武器等について紹介していくよ。艦隊の前方から、62口径5インチ砲1機、マーク41、VLS 装置1式、HOS303 水上発射艦、三連装 324mm 単魚雷発射艦2機、遠隔操作型 RWS 水上艦用機関銃火2機、チャフロケットシステム1機、艦対艦ミサイル、SSM 装置1機、近接防空用対艦ミサイル防御装置1機が搭載されている。一つ、ずつ詳しく見ていきましょう。まずは、62口径5インチ砲から行くね。この武器は、軽量の単装砲塔と組み合わせた大砲で、名称は MK45MOD4 といい、海上自衛隊は、これを、日本で、ライセンス生産を行っている。そして、砲身長は 7.874m。砲塔は、耐水構造のアルミニウム合金製。砲重量は、約29トン。自動装填により、完全無人化されており、砲弾の初速808m/秒、射程 37km、発射速度16から20発ごと分である。また、ステルスマストに装備されている、
フェーズドアレイレーダー OPY2 が主砲射撃管制にも使われるよ。次に説明するマーク41 VLS 装置は追加装備が予定されていて、シンガポール海軍のフォーミダブル級フリゲートのような感じになると言われており、VLS をレーダー遮蔽板で囲ってステルス化しているよ。そして、HOS303 水上発射管は、2段積みにされた3本の発射管、旋回装置、発射装置等で構成されており艦隊の両舷に設置されていて、重量 320kg、全長 2832mm の97式魚雷、1人式魚雷やアメリカのマーク46魚雷を発射することができる。続いて、遠隔操作型 RWS 水上艦用機関銃架は 12.7mm 銃機関銃を装着したもので、銃架は固定式となっていて、通常機関銃は艦内に格納されている。この装置は一般的な 12.7mm 機関銃銃架を自動化し、装填射撃を原則に出なくてもできるように省力化されているが、単に遠隔射撃ができるだけで、レーザー測距器や自動追尾装置、ビデオ映像を保存する録画機能も付加されていません。もともと RWS は水上艦艇の近接防御に作られたシステムだが、両舷の2機だけでは360度の近接防御は不可能であり、特にこの配置では後方は死角になっているため、近接防護用でありつつも、後方から高速で自爆型ボートなどが来たような場合は対応できないのだ。次に紹介するのがチャフロケットシステム MK36 スルボクである。チャフロケットシステムとは、爆撃旗や対艦ミサイルなどの攻撃に対し、ミサイルの誘導装置や敵型のレーダーに対して時間の位置を攪乱する機能を持っている。電子戦支援装置 ESM レーダー警報受信機などと連動して、敵の脅威を探知すると同時にロケットが発射され、アルミニウム箔や金属ワイヤーなどを空中で散布するのだが、その効果の是非は定かではない。見た目は単なる髪型に向いた筒のような発射機に6発のロケットを装填することができるが、すべて人力で行わなければならない。続いて、艦対艦ミサイル、SSM 装置である。この SSM 装置は、艦隊の中央に設置され、左舷、及び右舷を向いた17式艦対艦ミサイル、4連装発射筒2機、及び攻撃管制用の艦対艦ミサイル艦上装置3形で構成されており、装置自体はミサイルを最大8発搭載できるようになっている。使用されるミサイルの初舷は全長 5M、全幅 0.35M、ミサイル重量 700kg、射程 400km、推進方式は固体燃料ロケットモーターとスターボジェットエンジン、誘導方式はINS と GPS を採用しているので、目標座標を入力すれば、地上目標の精密打撃も可能であり、有事には、地上部隊支援のための、対地攻撃用としても運用されるだろう。最後に紹介するのが対艦ミサイル防御装置シーラムである。この防御装置は、イージス艦の区域防空や艦隊防空、および、搭載予定の垂直発射装置 VLS による固艦防空の網をくぐり抜けて飛来する追艦ミサイルを迎撃する近接防御武器システムのことである。使用するミサイルはRIM-116 ラムとなっており、 FRP 製キャニスターに入れられた状態で供給され、これまた人力により発射機に装填される。飛来してきた対艦ミサイルを、艦艇のレーダーや ESM、光学、赤外線装置などで探知すると、目標データをミサイルに読み込ませて、発射機が敵ミサイルの飛来方向に向けられた後発射される。発射以降は、
艦艇からの誘導を一切必要なく、自立飛行して目標に向かうため、他の目標に向け、次のミサイルを発射することもできる。もともと、公開情報によると、全長 2.82 メートル、玉体直径 12.7 センチメートル、翼幅 44.5 センチメートル、射程 9.6 キロメートル、重量 73.6 キログラム、弾頭は、爆風、破片削薬、最大瞬間度は、マッハ 2.5 となっている。発射機自体は、11連装で、複数目標に対処が可能で、補足レーダーや赤外線センサー、電波探知装置を備える、独立、完結した、優秀なシステムと言っていいでしょう。いかがだったでしょうか。ここまで、も、が、身型護衛艦の武器を紹介してきたが、昨今の増強著しい中国軍の海洋進出、特に、台湾や南西諸島への侵攻機とに対処するため、海上防衛の一端を担う次世代型多目的フリゲートは欠かせないものとなることを感じてくれたかな。こんなパーフェクトもが身型にふさわしい護衛艦艦艇記号は対空、対艦、対潜、対機雷戦など多様な戦闘任務を遂行する多機能護衛艦フリゲートマルチパーパスマインの略称として FFM と新設されたよ。も、が、身型は、沿岸警備を行いつつ、対潜水艦船や対空船、対水上船など、従来の護衛艦の機能も備え、さらには、対機雷戦機能を持つ護衛艦であるため、現在の不穏な環境を取り巻く、日本の海上防衛戦略において、喫緊の課題となる、島嶼防衛に投入する、艦艇主戦力となるでしょうね。